で、あの今実家からお届けしているんですけど、一人暮らしをするときに、実家からその愛用していたクローゼットの中で愛用していた机を持ってっちゃって、で今日帰ってくるってなって、あーでも実家で配信するんだろうな、じゃあ機材持ってかなきゃなと思って、あの機材持ってったはいいんですけど、あの机持ってくるの忘れて、今キャリーケースの上で配信してるんで、なんかドシャンガラガランとか音だったら、あキャリーケースが倒れちゃったんだな、かわいそうにって思っておいてください。閉めてなかった、お茶こぼしそう。痛くない。マイクの、なんか、何マイクスタンド、クローゼット閉まんないんだけど。いや